神秘霊こと、服かぶってるはい、こんにちは、パンダです。えっ、ー、とね、神秘霊こと、ちょっとね、これ服がかぶっててね、この前から気になってて、昨日もで、ね、ちょっと同じようなこと動画で言ったんだけど、いや、かぶってるって、これ、やばいや、やばいでしょ。どう考えても、ほんと、やばすぎ。で、今日はね、あの、まあ、サブ、 サブ、サブの方でね、サブチャンネルの方で、まあ、あの、神秘玲子豚骨山湯問題、騒動について、まあ、お話ししてます。なんでね、あの、豚骨山湯って神秘玲子にこだわる、こだわるのか、まあ、ぶっちゃけ僕にはわかんない。うん。だって他にもね、あの、女性の候補者いっぱいいるじゃん。<laughs> あの、なんで、なんであんな,なんか <laughs>、 ちょっとなんか、やばそうな感じの人に、ちょっと、あれするの <laughs>。わかんない。僕にはわかんない、うん。まあ、あのね、騒動で、なんか、どっちも、どっちなんだよね。ぶっちゃけ、興味ないというかね、うん、<laughs> 興味ないというか、なんかね、まあ、選挙前でね、あの、神秘でこもね、焦ってるのかもしれないけど、ぶっちゃけね、うーん、まあ、 <laughs> お,前お前ら、頭骨やばいよ仲間でしょ、どう考えても。そんな、ひどいな、選挙になったら切り捨てるみたいな。<laughs> 選挙になったら切り捨てるみたいな、ほんと最悪な、あれだなって思いましたね。うん、まあ、これあくまで僕の個人の意見だからね。僕はそう思ったっていう話、あの、二人の動画見てね。うん、あとね、あのー、選対本部長みたいなね、人とかも出てきて、もうね、あのー、 えー、みんなね、あの、どっちも、シンピレコも、ハトンコツヤマもどっちも主張があるから、まあ、これね、ぶっちゃけね、食い違ってるんで、えー、あの、面白いなと思う、そろそろ内部崩壊するんじゃないか、と思いながらね、えー、これは、これはどっ、どっちも言ってることわかんないぞ、みたいな、思いながらね、あの、見てます。まあ、あの、 僕はね、N 国 C じゃないので、あと別にどっち指示でもないし、あの、興味ないです。ただで、ね、あの、シンピレクがこの前ライブやってたから、それ見てね、あの、それ見て、あの、知ったというか、うん。それ見て、え、なんで仲悪いのって思ったのが始まりだったんで、まあ、ぶっちゃけどっちも興味ないですね。ということで、えー、サブチャンネル、ぜひ見てください。